日本をはじめアジアの人々は当たり前のようにマスクをつける習慣がありますよね。これ実は海外の人からすると少し異様に見えるんです。よくよく考えてみると、電車の中やカフェ、道を歩いている時やオフィスの中でもマスクをつけている人をよく見かけます。まるで外科医があふれかえった国のようなんてね。日本、韓国、中国、そしてベトナムではマスクがもはや日常生活の一部になっています。小さな子供でさえマスクをつけることがあります。最も明らかな理由は風邪予防。もともとこれが理由でマスクをつける習慣が始まりました。少しだけではありますが、マスクは体を細菌から守ってくれます。ウイルスによっては全く効果がないという意見もありますが、でもどちらかというと風邪をひいた時、周りの人が感染しないようにマスクを着用するという人の方が多いのではないでしょうか。特にこの国ではちょっと風邪をひいただけで簡単に仕事が休めませんからね。実際に病気になってしまうと常にあらゆる場所で細菌の痕跡を残してしまいます。電車の中の座席、ドア、それに手すりまで。だからこそ我々は社会的礼儀としてマスクを着用するのかもしれません。気分が悪い時、周囲の人を危険にさらすわけにはいかない。これって実はアジア人の考え方の一つなんです。寒くなるとインフルエンザが流行しますが、この時期は男性、女性、小さな子供でさえもマスクを着用しますよね。感染する人が少なければ少ないほどいいですからね。他国では大気汚染が考えられます。工業化された大都市では特に数千台の車によって空気が汚くなります。例えばスクーター大国のベトナムや中国などはマスクが必要不可欠。スクーターに乗っている時、ホコリや排出物はもちろん、あらゆる虫からも顔を守ってくれます。それにマスクはアレルギーにも効果的。日本だと2月の終わり頃からアレルギーシーズンに突入します。全国で大量の花粉が飛び回り、5月末まで続きます。花粉症の人にはマスクは必需品ですね。目が赤くなり鼻水も止まらない、加えて我慢できないかゆみがアレルギーのサインです。春になると多くの人がマスクを外さなくなるというのもなんとなく納得できます。また冬が凍りつくくらい寒いアジア諸国ではマスクを使って顔を保護します。そうそう、女性用の浅めのマスクもありますよね。メイクする時間がない時に顔を隠すためマスクを使う人もいますよね。マスクをつけてマスカラを塗るだけで準備完了。男性の場合もヒゲを剃るのに失敗した時はマスクで隠せます。海外から見てこれは素晴らしいアイディアなんだそうですよ。我々はあまりにも頻繁にマスクを着用するため、もはやファッションの一部になってきています。若い人は洋服の色に合うマスクを選ぶこともあります。メーカーは様々な色や素材を使って流行のあるアクセサリーのようなマスクを作っています。デザイナーはこれをスモッグクチュールと呼んでいるそうです。もう一つ、東アジアの国でマスクが流行している理由、それはマスクを使って感情が隠せるから。周りの人に悲しみや喜びの気持ちを共有したくない時に大活躍します。知らない人と話したり、店員の質問に答えたくないという内向的な人にとってはマスクはもはや素晴らしい贈り物。加えてヘッドフォンをつけているとより安心できるという人もいるかもしれません。アジアのマスク市場は繁盛していて、日本だけでも年間で約248億円をマスクに費やしています。それに新しいマスクがちょくちょく登場するんです。例えば皆さん、痩せるマスクってご存知ですか？つけると代謝に刺激が与えられるので痩せられるそうですよ。口を塞ぐ以外にも効果があるなんてすごいですよね。他にも世界中の人々が驚くアジアならではの習慣や伝統があります。古代文化は何百もの謎で溢れているんです。例えば広さと人口の多さを基準にした時、アジアが最も大きい大陸だって知っていましたか？月全体よりも750万平方キロメートル大きいんです。
大陸全体の人口は世界の人口の約 60%。 全員が互いに手を取り合って一緒に立つと、なんと地球を100周します。中国の州、四川はギリシャ、ポルトガル、オランダ、オーストリア、グアテマラ、マレーシア、オーストラリア、そしてカナダを合わせた数より多くの人が住んでいます。それでもこの州は中国で4番目に大きいんです。中国には5つのタイムゾーンがありますが、正式に使用しているのは1つだけ。政府は20世紀半ばにこの規則を受け入れ、中国の人々をより団結させました。だからこそ北京で午前6時の時に西部の領土はあと2時間暗い状態が続きます。ベトナムの新年テトはみんなの誕生日です。旧暦の初日、冬の終わりに始まり、何日間かお祝いが続きます。ちなみにベトナム人と韓国人も数え年という考えを持っていて、生まれたらすぐに1歳になります。そのため例えばテトの数日前に生まれた人はすぐ2歳になるんです。タイの新年は4月13日から4月15日まで祝われ、季節の変化を示す最も古いお祭りです。このお祭りで行う主な儀式の一つは、水、小麦粉、タルクの混合物をお互いに塗りつけること。なになに、これって肌が良くなったりとかそういうこと？この文化について詳しい人はぜひコメント欄で教えてください。中国の人々はイベントにちなんで子供を名付ける傾向があります。例えば1992年、中国はオリンピックの開催を申請し、680人の新生児がアオユンと名付けられました。これは中国語でオリンピックという意味。他にも国家の創造、宇宙旅行、そして中国防衛という意味を持った名前が人気で、個性的なものだとカンフーパンダと名付けられる子供もいるそうです。ベトナムでは男性が爪を伸ばすという習慣があります。爪が長いと労働ができないので地位が高いという証。店員や美容院で働く人には特によく見られます。日本を代表する料理といえばお寿司。もともと南アジアに由来し、東洋料理の2つの主な材料、米と魚を使います。我々は何世紀にもわたってお寿司を食べてきたので、腸内には海苔の消化がしやすくなるバクテリアが含まれるようになりました。つまり他の国の人たちは海苔の消化ができない傾向があるということ。香港の超高層ビルには高さ12メートルと横幅10メートルの巨大な穴が開いています。山から海へと移動するドラゴンが通過できるように作られているんです。言い換えるとエネルギーがよりスムーズに流れるということ。中国の風水文化の一つで、日常生活の中でも取り入れられています。もちろん建築にも。すごいですよね。初めて知ったというアジア独特な伝統や文化はありましたか？下のコメント欄で教えてください。新しいことが学べたという人は動画の高評価とお友達へのシェアをお願いします。まだまだ他にも興味深い動画が盛りだくさんです。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。